ファラニチュは、スペインバレアレス諸島州のムニシピ、バレアレス諸島、マリオルカ島の南東部に位置する。パルマでマリオルカからの距離は48キロメートル。サントエリ城から見たファラニチュの農村景観フェラニチュは、マリオルカ島の東部にあり、東部の中心都市であるマナコールの南約12キロメートル、サンタニーの北約12キロメートルにある。 両自治体とは南北方向に走る県道間マイナス14号線で結ばれている。中心市街地は地中海から約 10km 内陸にあるものの自治体域にはプルトゥクロンのビーチがありこのビーチは美しい入リ江と灯台を有している。プルトゥクロンも含めてマリオルカ島東岸は小規模な入リ江崖がが連続しているため海に面する大きな町は存在せずファラニチュ、マナコール サンタニー、アルター、カプダペラなどの町はいずれも、海岸から数キロから10キロ程度内陸部に位置する。少なくとも、紀元前3世紀から、河原家、陶器製の水亀の生産の中心地であった。ファラニチュの町の近くに位置する、サントエリ城とその遺構は、サンサルバドール修道院から見ることができる。1229年に、アラゴン王ハイメ一世が、 レコンキスタのためにマリオルカ島にやってきて、マリオルカ島の立地域が、キリスト教徒の手に渡った際も、この城では、ムーア人が一年以上に渡って、キリスト教徒に抵抗した。サントエリの城が陥落すると、ファラニチュの住民は町を放棄し、その後100年近くも居住者がいなかった。1300年頃には、ジャウメ二世がファラニチュへの再入植を命じた。町の東側から、 農村景観を見下ろす丘の頂上部にはゴシック様式の建築を持つサンサルバドール修道院がある。切り立った崖の上に位置しているように見えるがサンサルバドール修道院には自動車で訪れることができる。1603年にはサンアグスティ修道会が設立された。白いズボン、赤いシャツ、緑の帽子を身につけた10歳から13歳の男児7人がラダマの周囲で踊り、 他の着飾った子供がハンカチを振るアルスカワリエッツの舞踊で有名となった。近年まで踊り手はすべて男児だったが、今日では女児の参加も許されている。今日のファラニチュはワインとブランデーの生産で知られており、1749年のこの地域には60を超える上流所があった。毎週日曜日には定期市場が開催される。 1844年のパルムの日曜日には、サンミゲル教会の壁が伝統行列の上に崩れ落ちた。600人以上が生き埋めとなり、結局414人が亡くなった。今日の教会の壁面にはこの惨劇を伝えるブラークが設置されている。ファラニチュ周辺は大規模なワイン産地であり、19世紀末にフィローキセラが流行する前には、マリオルカジマで生産される。 ワインの10本中9本がこの地域で生産されたとされている。フィローキセラの流行を機にマリョルカジまで、いくつかの場所では、ブドウの木がアーモンドの木に置き換えられたが、フェラニチュ周辺では、すべてのブドウの木を植え替えたとされている。1950年代から1960年代には、ファラニチュ出身の自転車競技選手であるギジェルモティモネルが世界選手権。 プロドミホンで6度優勝した。ティムネルはリーダージャージをセイサルバドールの聖母に捧げ感謝の気持ちを込めた詩を書いた。この詩は今日でもセイサルバドール修道院の廊下で読むことができる。ありがとうございます。